どうも、みつみついと申します。はい、というわけでね、今回はこちらのポケモンカード診断、強化拡張パックポケモン GO を開封していきたいと思います。まあ、こちらね、非常に話題のパックでして、ポケモン GO とポケモンカードがね、初のコラボということで、まあ、これに収録されてるミュウツーとか輝くリザードンとかね、そのあたりがね結構高騰してるらしくて、あとなんか普通のカードをめくるとなんかメタモンになるみたいな、まあ、そういったねポケモンカード初の変身カードというのがあるらしくて、ちょっとねそれも楽しみだなと思っております。まあ、そんな話題のパックはこちら、20パック、1箱分ですね、購入してまいりましたので、ちょっとね開封していきたいなと思っております。ちなみにこちら4パックに1枚プロモカードがねもらえるという仕様なので、現在ねプロモカードが5枚あるので、まあ、早速じゃあちょっとこっちの方から開封していきましょうかね。プロモカードの方から、プロモカードもねなんか海竜のレアカードとか入ってるとかいう話なんで、はい、こちら人影でございますね。大変可愛らしい、あれですね、ポケモン GO のギフトを持ってる人影ですね。はい、2パック目は、おゼニガメ、おこれは次不思議だね、出ればコンプリートなのでは。まあ、ゼニガメもポケモン GO のギフト持ってますね。そんで3パック目、不思議だねは出るのか、おあレアカードだ、あアローラナッシーなんだ、ほうでもめっちゃ輝いてます、伸び伸び育つって書いてあります。まあ、ポケモン GO でねアローラナッシーが野生湧きした時の違和感たらないですからね、まあ、ある意味ポケモン GO を象徴するポケモンなのかもしれないですね。あゼニガメがかぶった、まあ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 よし、まあよしとする。おいお揃った、おお御三家揃った、やった、とりあえずノルマであるねこの御三家を揃えるということができたので、まあとりあえず9大点じゃないかなと思います。まあ、それではね本編の方の開封やっていきたいと思います。さてさて早速1パック目の方やってみますが、色違いリザードが出るかな。はい、というわけで1パック目、1枚目はエイパムでございますね。いや可愛らしいエイパム、お容疑出す、あじゃん金釣り持ってんじゃん、さすがポケモン GO だけに。はい、ソルロック。あれ、これは、青チームのリーダーの人、ブランシェさん。そんな名前だったんだ。ニンフィア。おぉ。ニンフィア。基本等エネルギー。で、そしてプロモーションコードが入ってるっていうね。なんか、ポケモン GO に入れると、なんかこう、いろいろもらえるみたいな。まあ、このコードをね、動画に映すと、まあ、誰かがね、使ってしまうっていう可能性があるので、映せませんけども。まあ、僕の動画を見てる人にまさかそんな不届き者はいないと思いますけど、一応ね YouTube というね不特定多数が見れますからね、まあ、一応すまへん。はい、じゃあ2パック目開けていきたいと思います。はい、2パック目、ピカチュウ、あかわいい、ピカチュウと人間が歩いてる人間って言い方もあれだけど、なんか僕がすごい動物的な言い方になってしまいましたけど、仲良しボルトとウサインボルトで因が踏めますね。はい、人影、おおで、ハガネール、おおすごい、なんか城之内くんのあの画像みたいになってる、いいですねこのハガネール。はい、不思議な目、おおポケモン GO の不思議な目、これ味は何味なんでしょうね、いろんな味がするのか、それとも食紅でグラデーションつけてるだけなのか、まあ、気になりますけども。お海竜だ、おお私海竜好きですからね、本当にポケモン対戦動画の第1回からね海竜パーティーに入れてますから、あの時の海竜は育ててない海竜なんで、ただのねブラフだったんですけどもでもそれぐらいね育ててなくても入れちゃうぐらい海竜好きですから。はい、それで3パック目、波頭棒、へえ波頭棒なんだ、なんかあんまポケモン GO 感あるようなないような、まあよく出ますけどねマメパトとか。はい、アリアドス、へえなるほどね、なんか初代ポケ多いのかなと思ったけど初代ポケだけじゃないんですね。イワーク、あなんかかっこいい、この光の差し方のイワークすごいかっこいいですね。はい、カメール、おお、いやなかなか可愛らしいカメール、おお輝くリザードン出た来た来た来た、いやこれ欲しかったんだよな輝くリザードン、めっちゃ輝いてる、すごい、伝わりますでしょうか動画でこの輝き、すごい輝いてる。はい、じゃあ4パック目、人影、おっイッブイ、イッブイ、おおイッブイも人間と一緒にいますね、イッブイ、甘え声、ケンホロ、ハリケーンウィングっていうありそうでなさそうな、なんか強そうな技を使ってる。おいキャンデラさん、もう私も赤チームなんでねポケモン GO ではキャンデラさんにはね大変お世話になっておりますね。おメルメタル、メルメタルが街中にいる、なんて危ない状況で、基本超エネルギーと。はい、それじゃあ5パック目いきたいと思います。はい、不思議だね、おおかわいいですね、やっぱ不思議だね、かわいいよな。でネイティオ、はいはいネイティオさん、でビッパ、おこのビッパもいいですね、なんかクリッとしててね、なんか独特のタッチのビッパで、ヤドラン、あなんか哀愁がある、すごく哀愁がある。おケッキング、おめちゃくちゃかっこいい、ケッキングってこんなかっこいい生き物だったのか、
めっちゃただ特性は怠け癖というまあまあそれはね彼の性分だからしょうがない。で基本水エネルギー、今のところあれですね、多分メタモンのカード出てないですね。メタモンのカードってなんかねこの辺りなんかメタモンマークがあるらしいんですけど、今んとこない感じですね。僕は見落としてるだけかもしれないけど。はい、6パック目、コソクムシ。あ、最近ね、ポケモン GO で出てますね、コソクムシ。はい、アローラコラッタ。ビーダル。ビーダルなのこれめっちゃドーブル写ってるけど、まあ、ポケモン GO でね、写真撮るとごくまれにこのドーブルが写るってことありますからね。それの再現でしょうね。はい、不思議そう。おー。可愛らしい不思議そう。しかもゴーストップに誰かルアーモジュール刺してくれてますね。ありがとう。もうカビンゴめっちゃ寝てる。はい、じゃあ7パック目、こちらもコソクムシから。おドンメル。ドンメルもポケモン GO でよく出ますよね。なんかポケモン GO といえば感がありますね。ハトーボー。はい、ラッキー。ラッキーもねほんとジムによくいますよね。ラッキーハピナスケッキング。おケッキング、そんなこと言ってたらケッキングと。はい、というわけで8パック目、こちらもピカっていう。おバクーダ、なかなかイケメンのバクーダ。え、メルタン。おお、メルタン。メルタンも可愛いですよね。ただ体の部分こうやって見るとメタモンですね。めちゃくちゃめちゃくちゃメタモン。え、キャンデラさん、グソクムシャ。え、で超エネルギーと。はい、9パック目、おコイキング。おお、コイキングですね。はい、そしてまたドーブルのようなビーダル。ルナトーン、城之内くんのようなハガネイル。おメルメタルで鋼エネルギー。はい、折り返しの10パック目、不思議だねでございますね。不思議だね。おゼニガメ。おー、かわいい。このタッチいいですね、ゼニガメの。で不思議なアメリザード。おお、かっこいい。カイリュウ。おー、こっちのカイリュウもいいな。おお、素晴らしい。いや、いいなこのカイリュウ。このカイリュウいいな。めっちゃなんかツルツルテカテカしてる。なんか丸々モリモリツルツルテカテカ。すごい、この輝き伝わりますでしょうか。はい、じゃあ次いきます。はい、糸丸でございます。糸丸とかメタモンになってそうだけどね、メタモンじゃないんですね。はい、コイキング。お、ポケストップだ。おー、ポケストップのカードもあるんだ。家の近くにポケストップある人裏山。ルナトーン、グソクムシャ、基本超エネルギーと。はい、次いきます。ドンメル、メルタン、エテボース、ネイティオ、サンダー。おお、サンダーもあるんだ。はい、次いきます。こちらもドーブルのようなビーダル。そして金ズリ持ってるヨーギラス。ポケストップ、可愛らしい不思議。おお、ミュウツ。おお、来たミュウツ。おお、いいです。あ、かっこいい。すごい、なんかこの波動のなんかこのシャドーボールみたいなやつがいい輝きしてますねいいなこのミュウツ。超念力。超念力ってなんか昔のポケ界なかったっけな。ミュウツーの技だったかどうかちょっと忘れましたけど、なんか超念力ってなんか見たことあるような気がしますね。はい、次行きたいと思います。はい、ドンメルと。はいはい、メタモのカールまだ出てないよな。メルタンと。はい、城之内くんと。ヤドラン、哀愁たっぷりで、サンダーと。で炎エネルギーと。あれ、マジでメタモンは。はい、次行きたいと思います。糸丸でございます。こいつメタモンじゃないんだよな。うん。なんかメタモンじゃなさそうです。糸丸、ドーブルのようなビーダル、金ぞり持ってるヨーギラス、不思議な雨。お、ミュウツー。かっこいいミュウツーがダブっていくと。はい、糖エネルギーと。はい、次行きます。人影、波頭棒、アリアドス、ルナトーン。はい、カビンゴ、雷エネルギーと。はい、続きまして、ドンメル、メルタン、エテボース、アメちゃん、お、カイリュウ。カイリュウはね、こんな何本あってもいいですからね。これはありがたい。炎エネルギーと。はい、次行きたいと思います。だんだんね、ちょっとカードが被ってきてるからな。ここらでなんかいいカードをドンって出したいですね。糸丸、コイキング、城之内くん、哀愁ヤドラン。おお、アローラなし。すごい、なんか芸術点が高いような気がする。必殺技使ってる感あるもんねカットインみたいな、カットイン感あふれるアローラなし。はい、なんやかんでね、あと2パックでございます。はい、メタモンなかったよな。エイパム、ヨーギラス、ピカテウ、キャンデラさん。お、カメックス来た輝くカメックス輝いております。
すごくいいポーズ。ヘイっていうなんかこうダンス踊り終わった後みたいなポーズをしております。はい、じゃあラストパック開けてきます。はい、イワーク人影いっぱいで、カメール、おラプラス、おラプラスいるんだ。私の一番好きなポケモンラプラス、あーかわいい。そうね、ポケモン GO では貴重品でしたからね、初期とか。本当にまあ今でもあんまり捕まんないですけど、初期の方とか本当伝説のポケモンより伝説のポケモンだったからね。ありがたい、いやありがたいけど、メタモンはあれメタモンはメタモンはあれ、僕が見逃してるだけ。これでもう終わりなんですけど、まあまあそんな感じで、まあそれなりにまあレアカードというか、なんか欲しいカードも、まあ、結構ね手に入れられたかなって思うんで、まあ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 結構満足した結果にはなりましたけども、まあ唯一心残りとしてはメタモンが出なかったという、まあそんなところはありますかね。はい、というわけでポケモンカード強化拡張パックポケモン GO でしたけどもね、どうも調べたところ、メタモンになるカードはこのイトマル、ドンメル、ビッパの3種類のカードのみで、そのこの左下になんかメタモンのマークがあるとメタモンが変身してるカードっていうことですけど、まあ、僕のカードはねどれもメタモンではございませんでしたというね、まあ、皆さんもねぜひメタモンを探してみてはいかがでしょうか。はい、そんな感じでポケモンカード開封動画でございました。それではねこの辺で失礼させていただきたいと思います。ではでは、ここまでご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録していただけると嬉しく思います。ではでは、お疲れ様でした。